こんにちは、天然酵母パンゾーの椿留美子です。今日は、同じオーブンでも焼き色のつき方が全然違うというお話をしたいと思います。こちら、見ていただくと分かるんですが、同じオーブンなんです。うちは同じガスオーブンを使っているんですが、まあ、ちょっと年代が違うので微妙にこう操作が違うっていうことがあるんですが、まあ同じ型のオーブンです。で、どっちかというと新しいのがこっちで、その前に出たのがこっち側のオーブンなんですけれども、操作の仕方がちょっと違うけど、まあ機能は同じと考えていただいていいんですが、それが焼き方が、焼き色のつき方がまた全然違うんです。こちらのオーブン、新しい方のオーブンは、内側というか、手前側ですね。手前側がすごく焦げ目がつくんです。なので、半分ぐらい焼いた時にひっくり返すことが多いです。しかしこちらはそんなことはないんです。結構まんべんなく焼けるんです。で、クープを入れて、開き方もまた全然違いまして、両方試して、こちらのオーブンの方はなかなかうまくクープが綺麗に開かないというのがあるんですが、こちらはすごく綺麗に開くんです。なのでカンパーニュなどを焼くときはもうこちら専用に使っているということで、これもやっぱり何回か試して、いろんな焼き方でやってみての結果ですので、皆さんも同じメーカーといえども焼き色がのつき方が、クープの開き方が全然違うんだということをちょっと頭に置いていただいて、お試しで何回も焼いてオーブンの特性を見抜いていくっていうことが大事なんじゃないかと思いますので、今日はオーブンの、同じオーブンでも焼き方が違うというお話をしてみました。